今日はちゃんと仮装してるので、待って。こんばんは皆さん。こんばんは。あ、改めまして。自分改めてないわ。なにあ、ハッピーハロウィーン。イェーイ。 今日がねハロウィン本番ということでハロウィンですハロウィンになりましたハロウィンの夜ですハッピーハロウィンナイトイエーイありがとう <laughs> イエーイハッピーハロウィンだねこんばんはありがとうみんなこんばんは可愛いい嬉しいありがとうそうキツネじゃん じゃん！狐 <laughs> になりました。イエーイ。これね、もうちゃん全然見えない。みこさん来てるの。<laughs> これみこさんです。イエーイ。ね、だってさ枠が この、これだけしかないから、全身着ててもう映らないよね。それはそう。映らないですね。ありがとう、さちかちゃん。お化け、お化け。ありがとう、ハッピーハロウィーン。ありがとうね。きつね、かわいいきつね。嬉しい、ありがとう。ハッピー。きつねりりちゃん。きつ、りりちゃん、傷がそう。傷、じゃじゃーん。あと。 ここにもつけたんだけど横すぎて全然見えないはいなんかこれあのー、昨日のねライブでもこうやって絆、ね、つけたんですけどこれ全然取れなくて落とすのめちゃくちゃ難しくて足とか2個ぐらいつけちゃったんだけど全然落ちなくて <laughs> えっ落ちないと思ってまだついてます足に「もうどうしてくれるのこれ」って感じなんですけれども。 でもやっぱり今日ハロウィン本番だからつけちゃいましたせっかくとったのに今日また落ちる落とすの頑張ります傷可愛くないこの傷なんかひっかいたみたい <laughs> ありがとうハッピーハローイエーイミ香さんキツネイエーイそうです似合ってるありがとう嬉しい こんばんばはみこさんででライブでよいいじゃゃんこれでわっっちとかはい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 いいじゃんこんばんはちょっとこんだけせっかく来てるのにあのバば映らないのがちょっともったいないのでちょっと全身見せようかなは <laughs> ちょっとせっかくだから全身見せます一回立ちます立たないです一回見せます じゃーん。以上です。もう疲れた。もうやらない <laughs>。こんな感じです。下はこうなってると思ってください。<laughs> こんばんは。ケンちゃんありがとう。風船ありがとう。奈良県から見ています。土踏みさんありがとう。奈良から、こんにちは。 ラルメール好きですいつか会いに行きたいです本当に嬉しい奈良から是非でも今ツアーラルメールやってるから是非会いに来てくださいいつか嬉しいですとっても <laughs> 嬉しい何で知ってくれたんだろう佐賀までペイントついてるからさすがにそこまでには落としたいですねさすがに はい、頑張って落とさせ,せさせていただきたいと思いますはいはいはい足が本当に落ちなくてお風呂でね落とそうと思ったんだけど僕水でつけるやつなのねこのシールなんかタってやって水でポン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 ってやってピラッってやってパって感じなんですけれども <laughs> 伝わった伝わったオッケーあの、まあ、そんな感じなんですけれども何て言おうとしたそうお風呂に入って 撮ろうと思ったんだけど水でやるやつだからなんか水濡れたら余計剥がれなくなっちゃうんじゃないか説みたいな感じで全然剥がれなくてびっくりしちゃいましたで今日はなんかね今ね画面ちょっと暗いなと思ってるかもしれないんですけどなんと配信のライトが壊れましたありがとうございます壊れました いつもちょっとねライトつけてやってるんですけれどもはい壊れましただから目に光が入ってません <laughs> 目に光がないですけれどもまあなんとか顔見えてればいいよね <laughs> なんで壊れたかっていうとパチパチじゃないごめん あの何で壊れたかっていうとつまずいちゃってバキって踏んじゃって待ってみたいななんか変な音したなーみたいな <laughs> あれ <laughs> でも多分大丈夫だろうなーって思ってポチッてなんかつけてみたらつかなくてつか <laughs> <わ>ない <laughs> 壊れましたー本当にやってられないよねねありがとうあさちゃんお菓子トリックはトリートありがとうあなんだっけ ハハッピー,ハロウィーン違う違う <laughs> 待ってあじゃあ待って今からみんなのお家に行くのでんあのー、トリックアトリートって言いに行くね行くよコンコンコンあ,あ間違えた <laughs> ごめん間違えたピーンポーンガチャトリックアトリートお菓子をくれないといたずらしちゃうぞ ありがとうございます <laughs> ありがとう可愛いキスね嬉しいありがとうこんばんはえ一応過ぎたでもちょっとちゃんと見えたでしょ <laughs> <laughs> リリおもろすぎるよありがとう <laughs> 褒め言葉って受け取りますはいありがとうこんばんはこんばんはありがとう上のあ頭の上の耳そう切れちゃうんだよねはい <laughs> <laughs> はいきれちゃうよね見てきつねさんですだからタイトルは、えー「ハロウィントリック・ア・トリート」からのミコさんコスプレからのきつねカチューシャリーちゃん配信 <laughs> 超長い <laughs> はいそんな感じです <laughs> ありがとう いちゃんハートありがとう間に合ったおめでとう待っていたよ間に合わせてくれてありがとうこんばんは <laughs> マジご威力はいありがとうございますちょっといつも通りでやらせてもらってますちょっとね今日は、えー、いっぱい声を出しても全然大丈夫なのではいハイテンションでやっていきたいと思います <laughs> あけケちゃんありがとうえっとコウモリありがとうキツネの みこさん最高イエーイ <laughs> ありがとうとかちんさんペンライトありがとうね暗くない本当にでも目がね真っ黒なのみて光が入ってないまあ大丈夫だよね <laughs> 踏んだうん踏んだちょっとつまずいてわーって踏んじゃってなんか変な音したなって思ったのバキッみたいな <laughs> なんか「あれ? <laughs>」ちょっと大丈夫かなーって思って恐る恐る電源をつけてみたらつかない <laughs> あ壊れた壊した壊しちゃったっていう経緯で壊れましたうん <laughs> 壊れたってよりそうですね壊しました <laughs> いや、まあ、そうですね壊れました <laughs> ありがとうトカチンさんありがとうおかしいとちかちゃんもありがとうおかしいありがとうかわいいうれしいうれ <laughs> しいありがとうサンタ飛ばされてて死んだサン,ダサンタ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 クリスマス 新潟ライブ行きましたえー本当に嬉しいありがとうございます来てくれてありがとうあ嬉しいありがとうございますあ、えー、また来月も新潟の方行かせていただきますのではいよろしくお願いしますまた会いに来てください <laughs> またお待ちしてますアいメシに出ますアいメシですカジューさん見えた 久しぶりー久しぶりーなんか名前忘れたって言ってるんだけどこの人こんばんはーかわいい嬉しいありがとう頑張ってくださいありがとうございます頑張ります新潟ライブ楽しかったフォローしましたえありがとう嬉しいもう新潟のライブ本当に来てくれた方ありがとうございましたそんな新潟のライブに来てくれた方に問いたいと思います皆さん今ハッピーですかー ハッピーでーすあハッピーみたいな感じであのお願いしますもうね新潟のライブはハッピーハッピーライブにしたんですよ私、はい、ハッピーライブだったねみんな <laughs> ハッピーだったねとっても私もう終わった後すごいハッピーでトリプルハッピーでしたはいお菓子あげる本当にありがとうおうち行くねけんちゃんありがとうおか ハロウィンと正月やってね、クリスマスな、ね、いから、どこと。どういうこと。<laughs> これ、え、待って、みこさんと正月なの。ね。みこさんと正月なの。大丈夫、大丈夫、年がら年中、みこさんをやってる、やってる。こんばんは、こんばんは。けんちゃん、ありがとう。ハッピー。ハッピー。<laughs> ハッピー、ありがとう。あれ、れそう、やばいよね。びっくりしちゃって、自分でも。<laughs> 次は皆さんなんと。佐賀です。佐賀。佐賀です。もう楽しみだね、本当に。楽しみすぎて、びっくりりさ。<laughs> 楽しみです、とっても。はい、また美味しいものもいっぱい食べて。はい、いっぱい美味しいもの食べて、そこから。いっぱい食べたいと思います。 ナイスハッピーありがとう。北海道でライブ見れないからハッピーじゃん。北海道見れないから北海道で見て見れてなかったの？北海道そういうこと。ハッピー！来月の新潟ロッツも行くよ。本当に嬉しい。待ってるね。imc ありがとう。だから新潟来月も行け。もう嬉しい。だって。3ヶ月連続で。 新潟行けてるんだよ私もうめちゃくちゃゃく嬉しいあ私の地元が新潟なんですよ実ははいでねタレカツ食べたの <laughs> そのさなんかタレカツなんか、まあ、みんな聞いてほしいこれマジであのね、まあ、タレカツのお店に行きましたまあタレカツ頼むじゃないですかうんね新潟の名物でもあるので、まあ、タレカツ食べたいなーと思って頼むじゃないですかでなんか 大人の人2人いてぎちゃんもいたんだけどなんか私以外全員とんかつ頼みやがって <laughs> びっくりしたって「待ってとんかつ!」と思ってたしかもとんかつのなんか超高い高級のなんか定食みたいなやつを頼んでて「えみたいな自分だけポンポンってなんかタレカツ頼んでて「えなんで?」みたいな「<laughs> みんなしてなんでとんかつなの? <laughs> みなななの」<laughs> みたいな「ここわかる新潟だよ!」ってめっちゃ言ってました私。<laughs> なんでとんかつなんって言って。 びっくりじゃないねえびっくりだよねはいびっくりです今日お祖さん言ってないけど麗奈ちゃんが可愛いからハッピーハッピー <laughs> ハッピーライブ楽しかったわっちゃっちゃ最高わっちゃっちゃ最高良かった楽しみあいさん待ってるよさが楽しみだねさがもさあれじゃんなんかあのー、モラージュだったりさが のバルーンフェスタがねあるからそれも私はとっても楽しみですバルーンフェスタめっちゃ楽しみなんだけどどういうことね <laughs> 佐賀牛食べなきゃ佐賀牛食べたい <laughs> びっくりさびっくりさ初見ですこんばんはこんばんは 太郎行ったのうんあれ太郎だったっけ太郎だったっけ <laughs> 写真ね載せたよ Twitter ちょっと見てなんかね箸のところに書いてある「まさちゃんだったっけ」<laughs> あれとんかつと思ったえあびっくりじゃないみんなしてよしかもみんなしてお盆もなんかお盆3個出てうちだけタ「タレカツとんタレカツとん」なんで みんなでそこはタレカツ食べようよみんな協調性は持って <laughs> びっくりしたよほんとにななんでっあめっちゃびっくりしましたそうタレカツ私しか食べてなかったびっくりだよねいいもん別にいいもん悲しくないしだ <laughs> 周りに流されな <laughs> <laughs> そういうことでみんなうわあとんかつおいしそうとか言ってんもんかつか <laughs> んばんはーびっくりりさんびっくりりさん。モラージュ本当に来るモラージュ待ってるよモラージュモラージュえモラージュあるんだよ1回ライブしたこと2回かあるんだよだから今回もね2回ライブさせてもらうので楽しみ みーちゃんこんばんはこんばんはマサちゃんマサちゃんだよねマサちゃんだった気がするマサちゃんだねマサちゃん行きましたイエーイ <laughs> マサちゃん行ってきましたみんなも行ってみてねあとバスセンターカレーも食べましたあの私がお弁当でくださいって言ってあのリュウとオレンジスタジアムの時に バスセンターカレーにしてもらいました。お弁当を。とっても辛かったです。<laughs> 本当に辛いんです。とっても。とっても辛いです。でも冷めたらあの辛さが控えめ辛さがまだマシになるので、あの辛いの無理だよって。人は冷ましてから食べてみてください。あと、ミニで十分です。はい。ミニで大丈夫だと思います。皆さん。 佐賀、週末、大雨らしいので心配本当に言ってるうでしょ大雨なのねえおい <laughs> 新潟でカツ丼でしたカツ丼カツ丼タレかけてちょっとカツ丼普通にタレかけといてちょっと <laughs> ケイちゃんありがとうゴンギツネ来たそうですゴンギツネです大人と子供うん 何が言い,たいの <laughs> とんかつとタレカツでんみのりちゃんの Vlog もタレカツみのりちゃんの Vlog? そん時ねまだみのりちゃんいなかったんみのりちゃんの Vlog んだろうみのりちゃんなんか苦手なもの <laughs> 食べたくないってやってるやつやかな ちゃんは NST 祭りの時にタレカツ食べたからとんかつあそういうこと確かに私はその時もタレカツ食べたけどもう一回タレカツ食べたよ <laughs> 普通にとんかつよりうちタレカツなんか好きなんだよね普通に好みの問題、ね、バスセンターカレーねお天気お天気大丈夫新潟はねギリ大丈夫だったんだよねライブ終わった次の日に大雨でした 波が大盛りぐらい、そうなんだよ。そうそう。そう、バスカレー、バスカレー、佐藤は土曜。雨で、日曜から晴れ。日曜からか。日曜からか。ちょっと雨、ちょっとね。避けたいところだよね。ええー、タレカツなかった、本当に。タレカツ、あるところに行こう。こんばんは。 昨日載せてたやつみのりちゃんがね Vlog 撮ってくれてたのみんな見てあのみのりちゃんのね TikTok にね載ってるやん <laughs> なんか新潟のね Vlog をねなんか載せてくれてたの結構みのりちゃんがねあのあのねずっと新潟の時にねああなんかずまた動画回してるよって結構思ってたんだけど Vlog になってました <laughs> Vlog になってました見てくださいこんばんは 新潟はライブ終了後そうそうなんですよ私はその雨に遭ってしまいましたなんで雨降るのわ <laughs> かんないよねもう秋だから雨の時期になってきてるんですよそういうことです多分そういうこと、うんこんばんはこんばんはありがとうモラージュ坂には行けないけどバルーンフェスタ本当にバルーンフェスタめっちゃ楽しみだよねバルーンフェスタ待ってるよモラージュモラージュも昼夜あるからね 昼夜なのかニ公ンあるからそうそこでみんな見に来てくれるかな <laughs> でツアーも11月4千葉千葉じゃない佐賀佐賀ありますのでぜひぜひ千葉は9ですみんな来てねほんとにね あのー、定期コ演ンってね定期コ演ンじゃないもう本当にすぐ定期コ演ンって言っちゃうんだよねツアーってねライブツアーってねすぐね本当にあっという間にね終わっちゃうんだよねあっという間なのめっちゃでも自分でもさ思い返してみてえっ15分ぐらいしかやってなかったっけみたいな <laughs> どっか多分きね早送りになってるのかななんかね本当にすぐパーンって終わっちゃうんだよねみんなもそう思う 私雨女じゃないよ私晴れ女なんだよでもねその日はめっちゃ雨降っちゃってああ今日はついてないなって,なって <laughs> ラルメールの雨女はなぎちゃんココアちゃんですみのりちゃんですそう雨女と晴れ女いるのであとの残りの3人が晴れですココナちゃん花ちゃん私ですはい でほんとにすごいんだよ MV、MM、撮影とかもねココアちゃんのターンが来,た来るってなった瞬間に雨降るのなんでみたいな <laughs> なんで今降ったみたいな <laughs> すごいよねねえあっという間だったよねほんとにあっという間だったよねびっくりしちゃったよ 本当にあっという間すぎてびっくりしました今日しゃべりしっかりしてるねりーちゃんありがとう <laughs> 別に今日今日ほんにありがとういつもしっかりしてませんみたいな <laughs> こんばんはこんばんはギちゃん本当にすごいよねソロで歌ったよソロで頑張ったよみんなどうでしたかほ本当に緊張したんだからあの時が一番覚えてないもう <laughs> めっちゃ緊張した本当に やばいなんかさやっぱり本番よりもさ練習時間の方が長いわけじゃん当たり前に <laughs> 当たり前にねだから何だろう本当になんか一瞬なんだよねあっこんな練習して一曲歌ってあ終わったみたいなねほんにそんな感じ「シンシンさんありがとうおばけおばけありがとね」<laughs> 昨日ライブの口元は自分で書いたあれはあのペイントシールだよこれと一緒これと一緒 <laughs> 貼ったのあでも難しいよねちゃんと口角に合うようにさ貼らなきゃいけないからさめっちゃ難しかったあれでも口先は女っぽくてよかったでしょ それはめっちゃ良かったよ良かった本当になんかそうやってやってもらえるのが嬉しい <laughs> ありがとうそれ良かったま本当に嬉しいありがとうね緊張した <laughs> 緊張したソラの声量がすごすぎて感動してちょっと泣いた本当にえなんか私がなんか歌ってる時になんかね本当に泣いてる人がね結構いたいたちらほらいて。 なんかそれ見て自分も泣きそうになってでも泣いだらさ泣いなくなっちゃうから <laughs> それ見て自分もなんかつられそうになっちゃったんだよねなんかね34人ぐらいいたんだよね泣いてた人で本当に歌っててどこ見ても目が合うのうち一人しかいないからステージ上にうち自分が一人しかいないから 見るじゃんみんな <laughs> だからどこ見ても見合うの <laughs> おーみんな見てる <laughs> みたいな <laughs> すごかったよその感覚もとっても <laughs> もとさんありがとうペンライト口先読むなんてよくしてたんだよ私お化け好きなのお化けお化けとかそういうの結構好きだからそういうのね結構借りて見てたりしてましたなんだっけテケテケだったっけ <laughs> とか言いたよね あともう一人ねいたんだよ思い出せないなんか口先女対なんとかみたいな人形持ってる系のあちょっと思い出せないななんとかみたいなやつも見てました貞子口先女対貞子だったっけなんかそういうやつ見たことあるんだよなうちとりあえずランダム生写真も購入したよ本当にありがとうわい ありがとうね <laughs> 今日は、あ、今日は治りましたー先やってたところ、そうなんです絶対これミスったよね、もうこんなここなんて、も見えないもん、ほぼもうここら辺にしとけばよかったミスった <laughs> ミスったいや、いいや、ここだけ見れるから リーちゃんのソロ聞いて鳥肌だった、すごく良かった、嬉しい。ありがとう。めっちゃ嬉しいわ。とっても心配だったわ。ソロ見たかった、本当に。じゃあ、周りの方の感想を聞いて、あ、こんな感じだったのかなって。<laughs> 想像して。ソロ良かった、売ると、本当に。嬉しいわ、とっても。なんか、こん、なんか。 泣いてる人見るとさな,なんかつられるじゃんだから <laughs> 本当につられそうになったでさやっぱり地元でさ歌えたからそれがさいいよね地元の曲だからたまにはもらい泣きしてもらってもいい <laughs> めっちゃ我慢したよ 浜だとアカペラでもいいけそう歌って欲しい本当にアカペラむずいよあれ意外とキツネ,キツネそうみこさんそうなんですきつねさんみこさんあちょっと配信始めてから30分ぐらい経つからもう一回立っとくちょっと頑張るね頑張ってもう一回立ちたいと立つ全身見せます一瞬だからね <laughs> こんな感じ 終わりよ,しよ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 し見れた「口先女対鹿島さん鹿島さん <laughs> 鹿島さん誰鹿島さんねえ なんか何だったっけ何かいなかったっけねちゃんと自分の耳で来たよねうん聞きに来てね。ありがとうみんな撮った全身。<laughs> 全身撮ったもう立つ気力ないよ。え待ってもう今日さあれなんだっけあのバレンタインじゃないなんだっけ待ってごめん忘れたなんだっけトリアトリ、えートえっとハロウィンだからさ え配信終わったらみんなの家ピンポンしに行こうかなメンバーのねでもちょっとめんどくさいな <laughs> ちょっとめんどくさいなっていう気持ちもあるんですけれどもうんえピンポンしに行こうかなせっかくハロウィンだしなって思っていますせっかくハロウィンだもんわせっかくハロウィンだから 兵ドン兵ドン兵兵の CM を燃した誰誰本当にどうも毎日ハロウィンなものですどういうこと毎日ハロウィンって何すごい毎日送ってるじゃんね何メカゴジラって絶対違うから <laughs> おなかしか見えなかった まあ、お腹しか見えないでいいんででんす <laughs> 赤いところが見せたかったからハロウィン何時まで配信するつもりなのあとちょっとで終わりにします今度はラルメールで「アンプラグドライブ」なんでなんてなてでてんて待って <laughs> アンプラグドライブねごめん何それ何それお菓子もらいに行きたい。 みんな配信してるみんな配信してたらお菓子もらいに行けないね夜中夜中の3時ぐらいに行く <laughs> 寝てるよねさすがにねうんどうしようでもピンポンしに行きたいなっていう気持ちも2%だけあるお菓子が家にあるか確認してから行こうお菓子 電話で「お菓子家にある?」って聞いて「ある」って言われたら行く <laughs> やばいじゃんこんばんはこんばんは <laughs> ちなみに21時半からなぎちゃん22時からそう知ってるスいちゃんみのりちゃんがね配信するって今日言ってたからうーんうーん うーん21時ぐらい <laughs> ?21 時ぐらい嘘だよ3時は出歩かないよ寝てる用事も寝かせろピンポンダッシュ警察呼ばれるそっか夜中の3時日が変わっちゃうかじゃあ今日中に行かなきゃいけないのか 嘘花ちゃんいたずらされるお菓子くれないちょっとチャイム鳴るの待ってますもうじゃあみんなあのー、今日あの穏、ー、やかに寝ないでください何て言うの穏やかに寝ないでくださいいつねあのー、私がこの状態でみんなにピンポン押しに行くのか分からないのであの穏、ー、やかに寝ないでください うん、すぐ寝ないでくださいお菓子準備しといてから寝てください最悪油油油揚げハロウィン配信その格好で夜 <laughs> 歩いたらやばいよね確かにやばいわちょっとこ <laughs> やばいよね確かにこの格好で私そっと歩いたらもう多分差がいけなくなる <laughs> 多分さがいけなくなっちゃうのでやめますあ,ありがとうレイチェソーさんハートありがとう本当にお菓子くれる準備しといてえ待って今日お菓子食べたかはいチュー食べました <laughs> いいえなみんなお菓子あるのおうちに本当に常に常備してるの あそれともハロウィンだから誰かかピンポンポ来てもいいようになんかさ昔はさいろんなオタクあのオタクにピンポンピンポンピンポンってさあのお邪魔しに行ってただからそれが普通だったじゃん分かんないけどちっちゃい頃だから許されたのかなでもなんか毎,日ハロ、まあ、毎年ハロウィンは近所の家ピンポンをしまくってたのねでお菓子もらいに行ってたのねななんんかかそれがなんか 普通当たり前だったのになんか今ねえピンポン押せないじゃん知らない人おク違うよおク違うねおうお家のことね <laughs> 違うおクじゃないお宅お宅 <laughs> 違う <laughs> ビスコビスコあるの家にビスコがあるんだ お菓子はカントリーファーームカントリーマームあ、ママームムカントリーマーム好きーバニラのやつがいいー <laughs> あそうオタクアルメールの時にいろんな「違う」って「そのオタクじゃない」って「違う」って「オタクピンポンの方」 ねえバンダイダイコならあげます何 <laughs> それ逆に欲しいわ何か <laughs> お菓子を忘れる <laughs> お菓子を忘れるようじゃねダメだよねお菓子はね入れとかないと <laughs> やめてやめてやめてくださいライブの時に本当に <laughs> あーもうみんなピンポンしに行こうかなワンちゃんみのりちゃんとかだったらなんかいやココアちゃんココアちゃんかココアちゃんかココアちゃんならさあ <laughs> で餌付けされるの最近また前髪分けるようになったの最近ああ今日は前髪の調子が悪かったから分けました なんかこっち最近言うこと聞かなくてなんか綺麗にならなくて「もうお前は眠ってろです」っていうなりゆきはいこんばんはキツネさんですイェイさんとこいけないちょっとココナさんとこちょっといけないかなうん まあ家に入れてはくれると思うけど <laughs> 生誕あね生誕出たよねなぎちゃんとみなりちゃんとココアちゃんの生誕が出たのでスケジュールみんな来てね12月12月私の生誕さもあるからね忘れるなよ <laughs> 前髪反抗期なんでだろうね な何なんだろう本当になんかね止める位置とかがね悪かったりとかすると本当にパッツンができないんですよねまあどうにでもなるからいいんです最悪あの <laughs> オールバックです <laughs> 最悪オールバックするので大丈夫ですありがとうペンライトありがとうございますいつもとメイクえすごそんなのわかる普通に 本当に配信だけどすごいねあのー、違います <laughs> いつもとメイク違いますえー、すごいね自分でも配信でこの画面見て分かりづらいのにさすがだねよく見てるねえらいココナさん怖いのいやココナさんの家にお菓子は絶対にないんですもう私分かりますあの人の家にお菓子置いてないと思うんですよねうん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  ピンポーンって押しても「ないけど入る?」みたいな感じになりそうなんですよね。ないのかーってなるなんかそういう未来が見えるんですよね。で花ちゃんは絶対あるんですお菓子絶対にあの人はありますお菓子絶対にありますうんうんでん多分ココアちゃんのお家に行ったら「あっ白米ならあるよ」とか言われそうですはい白米いるみたいな感じになると思います <laughs> いやそう <laughs> みのりちゃんなんていうかなみのりちゃんお味噌汁飲むみたいな感じかな <laughs> ってなりそうですこんばんりーちゃんこんばんは家に入ったらニュースやばいじゃん怖っ牢獄じゃん全部いくよ わーい、ありがとうココナは自分の眠りを妨げるものはすべて排除どういうこと眠りを妨げるのお菓子が <laughs> すごいなオールバックそう、最悪オールバックするから大丈夫です若新さんありがとうハートありがとうおつまみないよ絶対 絶対ないあの人の家に <laughs> よく見てるからねえらいでしょえらいえらい <laughs> なぎちゃんのうちなぎちゃんないよ絶対ないよなぎちゃんなぎちゃんなんだろうな休息時間いるとか言うんきそう <laughs> 勝手にみんなの想像してます休息時間ならあるけどなんか普通にお菓子とかもらえなそう <laughs> なんか,か逆にやってみたいかも面白いなんかみんなから何がもらえるか <laughs> 白米母ちゃん絶対白米花はお菓子の家に住んでそう なんだっけヘンゼルとグレーテルあれそれ違うヘンゼルとグレーテルお菓子のい,い <laughs> やばいね「こじき」って言われちゃうからやめます<笑><笑>みんなのところ行って「なんかちょうだい」ってしたらさすがにこじきなのね <laughs> 何柿の種か欲しいかも柿の種もらいに行こうかな 本当なぎちゃんいつも何か食べてる何かあるねじゃあえっ砂肝持ってるのなぎちゃんえっ砂肝食べに行きたい砂肝好きなんだけど、うん、こんばんはこんばんはありがとう合,合ってる絶対そういう感じじゃないそんな感じするでしょみんなも絶対そんな感じだよ こんばんは。ありがとう。こんばんは。絶対あるヨーグルト。みんなの家にヨーグルトあるんだよね。ありがとう。あ皆さんぜひルームのフォローお願いします。岩瀬さんからお茶、お茶いっぱいあります。家に十分あります。<laughs> もういっぱいありますよ、お茶。なんかうち結構お茶が好き、お茶入れるの好きで。 キュースとかもあったりするんだけどそうお茶大好きで普通に個人的にも自分で買ったりとか集めたりしてるのでお茶めっちゃありますお茶大好きこの後のショールームで答え合わせする人がいそういそうねえ凪ちゃんねほんとに待ってもうぎちゃんさほんとにビーフジャーキーめっちゃ食べるの、ね、びっくりするよもう朝 朝ごはんにビー,フビーフジャーキーとか食べるの普通に新潟公演の時とかもさ新潟のツアーの時も朝からビーフジャーキー食べて,て「なんで?」みたいな「<laughs> なんでビーフジャーキーなん」<laughs> あの人すごいよね面白いんだよね <laughs> いがらしいのじゃねそう美味しいよねあのいろんな,なんかすごいいろんなるやつとかもねあってめっちゃ面白いんだよね急須持ってるよ3つぐらい <laughs> ちゃんとちゃんと本当に好きなんだよねなんか小さい頃からお茶入れるの好きで家族みんなのお茶を入れてました、はい、あの趣味お茶を入れることだったマジでこれ本当に佐賀牛のビーフジャーキーえっ、ー、あったら欲しいなそう朝からジャーキー食べてたのすごくない なん,かなんかずっとなんか隣でモクモクしてるなと思ってパッて見たら「ジャーキー食べてるのなんでなんで?なんで」<laughs> すごいよね今も趣味だよ今も趣味今も趣味お茶入れる今は何だろうね洗うのと何だろう洗うのがめんどくさい <laughs> っていう理由からあんまりやっていないいややってるよ全然けど昔ほどはって感じ 何茶が好きですか。何茶。緑茶。<laughs> 緑茶です。こんばんはールティマさん。趣味お茶を濁すこと。お茶入れるのお湯の温度。大事だよね。えそうなんだ。<laughs> お湯の温度大事なの。全然気にしたことなかった私。ナギちゃんお肉大好きだから。 ねえ待って今日さスクショだったとかだったスクショタイムしたいなって思っててあともうね10分ぐらいで配信終わりにしようかなって思ってるからスクショタイムやってもいいですかスクショタイムしたい何がいいでも私スクショタイム分かんないからすあの分かんないですはいはい終わり <laughs> 分かんないスクショタイムってこれで合ってんのかなあのでこれでお願いします <laughs> 待って。あやさんハありがとう。ありがとう。みさちゃんやっぱり可愛いな嬉しいありがとう。可愛い,いありがとう早い早いのこれ早いの。待って待ってもうじゃじゃってまもて持って,、ま、持って,持ってじゃないなんだっけあのもう何二パターンぐらいやるね。 待ってわかんない。ええオッケーですか。つ <laughs> ばじゃじゃーん。はいありがとうございます。イエーイ。えうち初めてスクショタイムやったんじゃない？今度からやります。 いつもね終わった後にわースクショタイムっていうものあったーと思ってえー、っと撮れましたか撮った撮ったら載せてください <laughs> もうネタがないですあいいじゃん 終り。どれだ。ありがとう。ありがとう。なんかなかれぼ流れた。とかちんさんありがとう。イエーイ。ありがとうございます。ブレた。もういっぱい撮って。<laughs> ありがとう。オッケー。加録したの。加 <laughs> 録したの。すごいね。 誰だ分かったありがとうね成長したねありがとうハートありがとうさちかちゃんあやさんもありがとうイェイ <laughs> あっきつねポーズしようかなじゃあ最後にきつねポーズします待って分かんない はい OK ですいいですかはいナイスナイスあと私 TikTok あのえー、っとショールーム配信終わったら載せるので、えー、よろしくお願いします <laughs> 先に言っときます TikTok 久しぶりに投稿するのでよろしくね。しずくポーズにてる。本 <laughs> 当でもね間違いと狐でねやっちゃう子もいるみたい。難しいよね。みんなもうしずくできる？ 間違えて薬指と小指でこうやってやってる人もいました。狐 <laughs> より可愛いよ。ありがとう。ナイスです。楽しみにします。イェーイ。楽しかったよ。ありがとう。しずくポーズ、そう、しずくポーズ。結構。集合写真の時とかにしずくポーズで。 あの苦戦されてる方が多いので <laughs>、L でも大丈夫。ナイス可愛い,いありがとう。最初の時は狐をやっちゃいました。本当にやっぱりなんかみんなさ、間違え間違えちゃう人いるんだよね。 とりあえず佐賀でもりいちゃんのソロチェキ手に入れる頑張って応援してるよあのねガラガラポンやってるからなんだっけガラガラポンだよねそうみんな大大吉はやっててください祈ってますよ私はじゃあそろそろ告知をしようかなーって思いまーすえっと今日が10月31日だからそうですね明日明あさってしあさってうん っ明日が一だからあさってですねあさってですあれあさってで待ってみくじですごめんなさいガラガラポンは違います <laughs> 待ってガラガラポンってなんだっけあそれは普段のやつかそうだねツアーは九時だねありがとうそうだラルメクリジですラルみくじです <laughs> だいだい来ちゃって,てください 応援しています。めちゃっちゃやってみたいんだよね。あれ。なるみくじだね。ありがとう。あさってです。あさって。あさって。一二だから、あさって。あさってはモナージュサガです。イエーイ。その次はバルーンフェスタ。その次が。サガライブツアーになります。イエーイ。美味しいもの絶対いっぱい食べてやります。 そして皆さんいっぱいハッピーなライブにしていきましょうナイスハッピーベリーハッピーさすがで11月9日は千葉です千葉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 みのりちゃんのまねです <laughs> 嘘さですこうやってやる言うと怒られますはーいですあそう来月の1617日はあいめしであの新潟ロッツ あのー、ライブツアーしたところでまたねライブあるから会いに来てねラルメモリーカプセルトイラルメモリーそしてラルメクジュール、うん、ありがとうございます皆さんの方が詳しいそりゃそうですよねいつもやっていただいてありがとうございますそして当てていただいてありがとうございます盛り上がってる歓声とかがすごく聞こえてきますおー今誰か当てたのかなってちょっと思ったりとかしてます <laughs> さすがに佐賀牛食べたい佐賀牛美味しいものまたね食べたら報告するよ <laughs> 報告しますよ結構私個別メッセージとかでも食べ物しか載せ,せてないんじゃないかってくらい結構食べ物載せてる気がするそんなことないかな先輩から締められるの ん先輩から誰先輩酒牛食べてベリーハッピーになろうイエーイ <laughs> 千葉でも一緒もうどこでも食べるどこでも食べるもうどこでも食べてく <laughs> でどこでも思い出を残していこう大表ないよねラルミエンみくじラルミクジ大表ないから <laughs> ないです なんかお魚も美味しいのわ楽しみ楽しみだなぁ楽しみだなぁあと皆さん12月ね生誕祭もあるからそこの日付もあげといてねーあとファイナル1月22日にファイナルがオーイーストで東京のオーイーストであるので絶対に来てください <laughs> あなんか最近私がハマってること紹介 でああってってシーンとしてる空気あるじゃん。ってなんか, <laughs> でなんか <laughs> 急に叫ぶことです急に叫ぶことにハマってますで「わっびっくりした!で」って人に言わせることが好きです以上です。<laughs> ツアーファイナルチケット取りました本当にありがとうねーもう待ってる楽しみーやばいねー楽しみだね楽しもうねーねー楽しもう,うわー楽しみーツアーファイナルやっぱまだねツアーファイナルが想像できないまだできない、まあ、そうだよねまだ北海道と新潟しかやってないもんね<笑><笑>えツアー全部来るの え人ほんとにじゃああのフォトグラムなんだっけフォトアルバムだフォトアルバム手に入れられちゃう感じえ本ほんとに最高じゃんありがとう <laughs> あびっくりした待ってごめん待って <laughs> ごめん今え待ってごめん待ってうちもっと倍の声量出してる えやってもいいやめとく <laughs> ややめとこっか近所迷惑になるかもしれないからやめとこ <laughs> えほんとにねこの5倍ぐらいの声が出るそれは親友としてる時でうわっ,って言うのそれにハマってるなんか最近 <laughs> 素敵な趣味ですねありがとうございます <laughs> ありがとうございます アルバムもイベントも楽しみわあもうありがとねもう全公演楽しもうね私のこと忘れないでね忘れないよ影山でも急に「わ」って言ってほしいやばいよやばいよ <laughs> もうライブ多分来なくなる人何3人ぐらいは多分いそういや45人出てきそうだな <laughs> ありがとねじゃあそろそろえー、っとラライブンンキングを読みたいいと思いますあおばけありがとう菊池さんおばけありがとねそれではライブランキングを読みます13位から13位和弘さん12位あさちゃん11位あやさん 十位レイチャソさん、九位モンサンミッシェルさん、八位ネオさん、七位シンシンさん、六位モモンガジローさん、五位黒シャツのケイちゃん、四位モトさん、三位ケンちゃん、二位タカジンさん、一位サチカちゃん、イエーイ。ありがとう。 おーありがとうございますありがとうございます本当に新潟行けなかった代わりに茨城来る本当に待ってるよちなみに旭川札幌新潟のりーちゃんソロ持ってるなんで。すごいね私を当てるの全部すごくないそれ 私。引き強くない、それ、すごくない。そんなことある <laughs>。すごいね。配信ありがとう。ありがとう。またね。今日はハロウィン配信ができて、よかったです。今日も楽しい配信ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとう。高知さん、ハートありがとう。ありがとう。 お疲れ様どっかで参上します待ってるね全部自引だよすごいねそれやばいよえそれやばいよだから普通にえそれすごくないえ何回回してなんそれってすごくないそれすごいね大事にしてね <laughs> 今日も楽しい配信ありがとうありがとうこちらこそありがとうございましたバ <laughs> イバーイ じゃあみんないいハッピーハロウィンニューヤーナイトでしたー絶対違う何かが <laughs> ありがとねーそれではおやすみなさーいあ TikTok あげるから見てねーあとスクショタイムしたやつ載せてー 匂いは,、ね、は違うわ間違えました <laughs> みんなだから今日は安らかに眠らないでね安らかに <laughs> ちゃんと私が来るかもしれないっていう覚悟を持ちながらはい家で過ごしてくださいおやすみバイバイ